地下迷宮秘匿エリア、コード7902番、ヒューマンユニット、1件の侵入を確認、直ちに排除します。随分と派手なお出迎えだね。それじゃあこっちもお返しに。成功かな。緊急事態発生。第一制御室監視サーバーの交換、再ビルドを要請する。悪いけどさせないから。こちらフィリア、第一制御室の監視サーバーを破壊したわ。ゆいちゃん、それや次の指示をお願い。次は第二制御室でしょ。マップの座標を送って。おにぎりを食べるのに忙しいので、また後にしていただけますか。プレミア？ゆいちゃんとストレアはどうしたの？ゆいはストレアと一緒に家庭の事情で出かけました。それじゃあキリトたちのことで何か動きが？すみません、その事情よりもおにぎりの具が気になったので、あまり聞いていませんでした。なんでよ。あ、何か思い出した？これよりアスナが作ってくれたおにぎりの方が3倍美味しいです。もう、あ、一旦切るね。ゆいちゃんとストレアが戻ってきたら、さっき私が言ったことを伝えて。了解しました。大船のタスも入れてください。なんだかすごく不安だけど、よろしく。テリアちゃん、聞こえる？レインセブン、こちらアフィリア、第3制御室の状況は？今、監視サーバーを破壊したよ。お姉ちゃん、危ない。ありがとう、セブン。ごめん、第1制御室の監視サーバーは破壊したけど、第2制御室の座標が分からなくて。あ、ちょっと待って、クレハたちから入ったわ。こちらアフィリア、どうぞ。こちらクレハ、第二制御室を見つけたよ。モンスター片付けてからツリスカさんと破壊するね。本当？ありがとう、二人とも。私が可愛い女の子たちの頼みを断るわけないじゃない。フィリア、気をつけてね。それじゃあまたコンソールで合流しよう。了解。キリト、待ってて。どんなに遠くても、今度は私が君を見つけるから。何かの事件に巻き込まれ、消えたキリトを追っていったアスナたちは、ソウルトランスレーターという機械でアンダーワールドという名の仮想世界にログインした。残されたものとしてできることをしようという選択肢は最初からない。みんなでキリトの元へ駆けつける方法をゆいちゃんとストレアは探し続けてくれた。そして1時間前に見つかったオーシャンタートルから GGO サーバーへのアクセスと大量のプレイヤーデータダウンロード。その時 GGO に開いた細い穴、アンダーワールドと GGO2 つの世界をつないだ事実の発見が今回の計画の鍵となった。正確にはこの無謀な計画の、だがこれがおそらく私たちが彼に会うためにできる唯一のことだ。えい、急に髪に触られたらびっくりするじゃない。サラサラねー。セブンがこんな可愛い女の子だなんて。うちの妹に随分と興味があるみたいですが、心配しないで。ジェリスカさんの本命は別にいるから。どうも。もしかしてお邪魔しちゃった？やっほー、フィリアちゃん。監視サーバーの転身ありがとね。本当に助かったわ。そうだ、あれからセブンの方では何か分かった？それがさっぱりなの。アンダーワールドから GGO へのデータアクセス、プレイヤーデータのダウンロード履歴は残っているものの、その原因や目的は一切不明よ。そうなんだ。データがダウンロードされた時、 GGO に開いた穴についても何かしらの秘匿化プログラムが動いた結果、穴が開いてアンダーワールドから GGO への道がつながったことは分かったけれど、それ以上はこのセブンちゃんの頭脳をもってしても解析不可能。お手上げだわ。不思議だな。オリジンや ALO にもアクセスがあったんだよね。ええ、オリジンでも調査しようとしたけど、あっちではカーディナルシステムが強固になっていてね。それで今回のこの計画になったってわけ。最初はびっくりしちゃったよ。ザスカー社員用の管理コンソールのあるダンジョンに潜るなんて。内情に詳しいゼリスカがいてくれてよかった。とはいえここはあくまでも緊急用、一般人が立ち入れないような高難度エリアに指定されているの。万が一迷い込んだ場合は、通常ならハイレベルなエネミーに撃退されちゃうのよ。ゆいちゃんとストレアがオペレーターを務めてくれたおかげね。そうだ、2人は通信つながらなかったんだよね。プレミアとティアも。お待たせ。皆さん遅れてすみません。おにぎりで満腹ですが、おやつを持参しました。私は枕持ってきた。みんな、ティアちゃんはなんでコンソールで寝る気満々なの？はあ、すっごく不満で死んじゃいそう。疲れたキリトを癒すために今すぐあんなことやこんなことしてあげたいのに、キリトが足りない。あんなことやこんなこととは何ですか？具体的な意味を教えてください。それはね、プレミアさんにはまだ早いです。ストレア、教えちゃダメですよ。つまんない。それでキリトたちの方に動きがあった？それがママと連絡を取ろうとしたのですが、完全に途切れてしまったんです。六本木支部の方からもなぜかオーシャンタートルとの通信が遮断されてしまっているようで。そんな、何かあったのかな？心配です。きっと大丈夫だよ。それにあの穴を通ってアンダーワールドに行く方法を見つけたから。なんですって？回復結晶みたいな形だけど、これ何？オリジンの高機能演算システムとアンダーワールドからのデータダウンロード履歴、それから過去のログデータを利用して逆コンバータ、つまりインバータを作ったんだ。インバータ？なるほど。 GGO に開いた穴を使ってアンダーワールドに私たちを送るってことね。ストレアはすごいわね。プログラマーとして尊敬しちゃうわ。えへん。けどね、これ1個しかなくって、いけるのは残念ながら1人だけなんだ。え、1人？うん、だから誰が行くのにふさわしいのか、これから1人を厳選する必要があるんだよね。1人か。残念だけどしょうがないよね。ええ、それなら娘のゆいちゃんが行くべきじゃない？ほんとだ。ゆいちゃんにとってキリトさんは大切な家族だもんね。そうよ、ゆいちゃん。パパに早く会いたいわよね。本音を言うとそうなりますが、でも私はここにいる皆さん全てにパパに会いに行く権利があると思うんです。それはどういうことなのかしら？これまで皆さん一人一人がパパと関わり、パパを支えてくれました。だからこそ公平な方法でパパの元に行く人を決めてもらいたいと思いまして。ゆいちゃん、本当にいい子なのね。よしよし。セリスカアンダーワールドに誰が行くべきか平等かつ平和な方法で選ぶためのアピールタイム開始。何それ、アピールタイム？話し合いだとなかなか決まらないでしょ。だから心に響くアピールをした人に投票して決める方法なら短い時間で誰かを選べるかなって思ったの。投票って本当にそれで決まるの？まあクラス委員を決める時みたいな感じかな。手段の一つとしてはありかもしれないけど唐突すぎないかしら。細かいことは気にしない気にしない。みんなのアピールを聞くのもきっと楽しいよ。アピールとは何ですか？何をすればいいのですか？難しいことですか？ううん、すごく簡単だよ。キリトのところに行きたいっていう気持ちとかキリトへの思いを目いっぱい言葉にして伝えてくれればいいの。簡単って言ってもなんかちょっと恥ずかしい気がするかも。お？でも待って、アンダーワールドとの加速倍率調整はどうするのよ。それはまたあと、今話してる時間ないから。みんなやる？やらない？どっち？わかったわ。そういうことならセブンちゃんももちろん参加するわよ。あ、もちろん VR 研究者としてね。私はキリトの愛人です。なので譲るわけにはいきません。私もやる。私もキリトくんに会いたいから。私もってキリトはほんと罪作りだな。よーし、それじゃあアピールタイム開始。一人一人アピールして良かった人に投票して決めよう。パチパチパチ。ちなみに自分に入れるのは禁止ね。テンション高いな。これがストレアの通常運転、分かってるでしょ。そうだ、クレハとセリスカもやる？私は棄権しようかな。その世界に興味はあるけどこっちでおもりしなきゃいけないやつがいるし。私も危険でいいわ。可愛いデイジーちゃんを残していくわけにはいかないもの。観戦ってことでいいかしら。いいよ。それじゃあ一応自己紹介だけお願いできる？どういうこと？意外とみんなお互いのこと知らなかったりするでしょ。だから自己紹介しといた方がいいんじゃないかなって。ストレア？それなんだかすごい違和感よ。いいからいいから、そういうものだから。そういうものって何？意味がわからないわよ。私からもお願いします。妹の頼みを聞いてやってください。可愛いゆいちゃんが頼んでくれるのなら仕方ないわね。切り替え早っ。私はツェリスカ。ザスカーではプログラマーをやっているの。 GGO では武漢の女王なんて呼ばれてるのよ。キリト君は一緒にデスガン事件を解決した恩人でもあるし大切な友達だからキリト君が助かることを心から祈っているわ。私はクレハ。 GGO では結構長いの。キリトさんにはお世話になったし感謝してる。みんながキリトさんをほっとけない気持ちはよくわかるよ。私があいつのこと全然ほっとけないみたいにね。2人ともありがとう。確かに。ん？何が確かに？それじゃあゆいお願い。ではアピールタイムを始めましょう。まず私から。私はゆい。メンタルヘルスカウンセリングプログラムとして生まれましたがいろいろあってパパとママの娘になりました。2人のことがとっても大好きです。好きなことはパパにギュッてしてもらうこと、ママに頭を撫でてもらうことです。2人の存在に私は支えられています。2人はプログラムである私を本当の子供のように思ってくれているんです。パパのことが心配で会いたい気持ちでいっぱいです。それからママにも。2人に会えたら一緒に川の字になってお昼寝してたくさんたくさん、また家族で話したいです。お姉ちゃんもしかして泣いてる？なんだかセブンと別れてママと2人で日本に来た時のことを思い出して家族と離れ離れって寂しいよね。よしよし、泣かないのお姉ちゃん。私はここにいるでしょ。ねえねえ、公約とかないの？雰囲気ぶった切るわね。公約、つまり当選したら果たす約束のことですね。わかりました。それでは、ほほパパが戻った際に私が把握しているパパのスケジュール3ヶ月分を皆さんにお伝えします。そしてパパの好きな食べ物、飲み物、お店に関しても網羅しているのでリストにしてお渡しします。なんですって。嘘、本当に教えてくれるの？どうしよう、めちゃくちゃ知りたい。でも浮気はダメなのでパパとのデートはお一人様1時間までとします。それデートじゃなくない？私のアピールは以上です。次は誰が行きますか？じゃあ私で。私はレイン。キリト君に ALO ではいろいろ助けてもらって、何よりも大切な妹のセブンに本当のことを伝えられました。お姉ちゃんだから、その恩返しのためにもキリト君を助けに行きたいんです。公約は、私はあげられるものがあまりなくて悪いんですが、私のライブのチケットで。あ、でももらっても嬉しくないかな。私はそのチケット欲しいわ。だからお姉ちゃんに投票する。セブン、ありがとう。いひひ、それや、なぜ急に抱きついてきたんですか？なんか2人の姉妹愛を見てたら、私もゆいにギューってしたくなっちゃったの。だからギュー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 。それや、豊かな胸部に埋もれて苦しいです。誰か助けてください。それや、姉妹愛の表現が激しすぎだよ。次はセブンかな。わかったわ。私はセブン。少し前、実験のためにちょっとやりすぎてしまったことがあって、その時にキリト君が私を止めてくれたの。だからキリト君は私にとってお姉ちゃんと同じぐらい、大切な人なのよ。セブン、顔真っ赤だよ。これは温度のせい。 GGO の地下は少し温度が高めに設定されているのよ。 VR 研究の観点から見て間違いないわ。そう、私は VR 研究の観点からもアンダーワールドに行く必要があるの。ボトムアップ AI、 そしてフラクトライトの構造を深部まで知るためにもデータを収集しなくちゃ。以上よ。ちなみに公約は、そうね、最新の技術でキリトくんそっくりの等身大抱き枕をオブジェクト化して一人一人に渡してあげる。ちょっとセブン、明らかに日本文化の変な部分を学んでない？一緒に池袋に行った時、そういう抱き枕売ってたじゃない。女性に人気って聞いたけど違うの？必ずしもそれで全ての女性が喜ぶわけじゃないよ。私は興味あるかも。私も欲しい。キリトの抱き枕とか可愛いだろうな。枕はいくつあってもいい。キリトにハグしたいのでください。パパがいない時でもパパにギュッとできるんですか？だったら私も欲しいです。ほら、ほとんど満場一致じゃない。こんな形で妹に論破されるなんて。とはいえ私もちょっと欲しいですな。それじゃあ次ね。次はプレミアちゃん、ティアちゃん、どっちから行く？私がお姉さんなので先に行きます。私はプレミア。キリトはいつも美味しいものを食べさせてくれます。アスナのサンドイッチにラーメン、ふわふわのパン、素敵な食べ物をたくさん教えてもらいました。なのでキリトとまた一緒においしいものが食べたいです。え、以上？プレミアさん、今ので全部ですか？はい。食いしん坊だな。ちなみに公約は何かな？私はキリトの愛人ですが、皆さんのことも愛人として正式に認めます。わー、嬉しい。一番魅力的な公約かも。それはいろんな意味で問題があるんじゃないかな。フィリアはなりたくないの？愛人なりたくないって言うと嘘になるけど、いやダメダメ、そういうのは良くないっていうか。なぜいけないのですか？愛人とはキリトのことを心配して愛している人のことですよ。愛人ってそういう意味？なんだ。なるほどね。じゃあみんな愛人だよ。私もセブンも。そうね、まあ今はその意味でいいわ。私もいいの？前はダメって言った。独り占めはいけないことと学習しました。ティアもキリトを愛しているので愛人です。嬉しい。夢が叶う。ほのぼのしてるけどちょっと狂った世界ですね。もうキリトくんったらこんな可愛い子たちを。次はティアです。私の番。私はあれれ、どうしたのティア？下を向いて具合が悪いんですか？だから。何？お宝？いいえ、ティアは何かを早口で言いました。ごめんなさいティア、もう一度言ってくれますか？今度はティアちゃんが顔真っ赤だよ。大丈夫ですかティアちゃん？落ち着いて、ゆっくりで大丈夫だからね。そうよ、恥ずかしいのは一瞬だけだから頑張って。キリトは可能性を私に示してくれた。だからキリトを助けに行きたい。キリトは私たちにとっての可能性だから。ありがとうティアちゃん。パパもきっと同じようにティアちゃんのことを思ってますよ。穴があったら入りたい。我慢してください。代わりに私が手を握ってあげますから。ありがとう。なんだかいい話だったわね。本当にね。次はストレアかな。じゃあ行くよー。私はストレア。ユイと同じメンタルヘルスカウンセリングプログラムだよ。キリトのことは大好き。可愛くて優しくて頑張り屋さんなところも、ちょっとおせっかいでいろんな女の子に優しすぎるところもね。それにキリトはお姉ちゃんのユイにとってのパパだから、私にとっても家族みたいなものなんだ。家族は助け合わなきゃね。キリトの心はきっと今精一杯無理をしてると思うんだ。アスナたちが言ってくれたからちょっとほぐれるだろうけど、だからキリトを癒しに行くの。私がギューってしてあげたら元気になると思うよ。そうだね、公約はみんなにギューってしてみんなを癒すよ。なんなら今からしてあげる。ギュー。ストレア、そんなひっつかないで。さて次は誰にしようかな。クリハ。ギュー。そしてストレアの怒涛のハグ攻撃が開始され、時間は刻々と過ぎていった。ねえ、もう全員アピールした？まだだよ、セブン。フィリアちゃんがまだ。そうだった、フィリアだね。こんな風に可愛い女の子と触れ合えるなんて幸せだわ。なんでツェリスカちゃんまでどさくさに紛れてハグしてきたの？ではフィリアさん、どうぞパパへの思いを語ってください。それは難しいかも。え？どうして？フィリアは一番態度に出てるなって思ってたんだけど。そうかも。でも言葉にしようと思うと難しいんだよね。そういえば、どうしてフィリアはキリトが好きなの？珍しいですね、フィリアさんがそんな風に戸惑う姿は。なーに隠してるの？白状しないとくすぐっちゃうぞ。えっ、ほーら、カチャカチャー。やめてってば、言うから。私もみんなと同じ、キリトに助けてもらった過去があるの。それに助けてくれたのにキリトのことを裏切っちゃったりして、もしかしたらあの時キリトは私のせいで死んじゃってたかもしれない。なのにキリトは私のことを許してくれて、仲間として受け入れてくれた。そんな人、これまで生きててどこにもいなかった。キリトは本当のヒーローだよ。だからキリトがフォローエリアをさまよってた私を見つけてくれたみたいに、今度は私がキリトを見つけて助けたいんだ。ぐーぐー。え、寝てる？うん、すっごく感動した。ありがとうフィリア。寝てたよね今。よーし、それじゃあそろそろ投票の時間にする。すごく釈然としないものを感じるんだけど、これ本当に投票で決まるの？ねえ、私まだ公約言ってないし。大丈夫だよ、私たち聞いてたからね、セブン。とっても感動的な内容だったわ。もうムスッとしないな。ほんと、なんでキリト君はどこに行っても女の子を助けてばっかりなのかしら。ここまで来るとジェラシーだわ。確かにそうだけど仕方ないよ、キリト君ってそういう人だもん。そうね、そのアンダーワールドでも見知らぬ女の子を助けてたりして、案外男の子だったり。それは幅が広すぎだけど、ありえないとは言い切れないか。では男の子だった場合も新たな愛人として認めましょう。みんな仲間です。仲間がいっぱい、嬉しい。何？監視サーバーの停止を確認。修正対応への準備を開始します。あらら、サーバー修復に入っちゃったみたいね。これだとおそらくあと数分で感知されて、今度こそ私たちでもかなわないようなガーディアンエネミーが送られてくるわね。あっちゃー、どうしよう、こんなのんきなことしてる場合じゃなかったわ。投票はどうなるのですか？今はそれどころじゃないって。これ見つかったら赤番とかされちゃわない？それや、早く誰かを送って。ちょっと、誰かって結局誰が行くの？じゃんけん、もうじゃんけんで決めよう。じゃんけんって何？私知らないわよ。そうだった、どうしよう、時間ないし。じゃあ鬼ごっこで。誰が鬼？そんな時間こそないってば。私は棄権してティアに譲ります。なんで？お姉ちゃんなので。ダメ、プレミアは愛人1号。行かなきゃ。2人とも優しくて可愛い、いい子たちね。今日そればっかり言ってません？よし、みんな協力ありがとう。協力？どういうこと？管理者権限を行使、新たなメモリーデータを登録と。メモリーデータ9件承認。9件ですって？9つも一体何を登録したのよ。あれれ、ちょっと入れすぎちゃったかな。重い。まさかなんか間違ったの？仕方ありません。こうなったらデュエルで決着をつけましょう。うるみやちゃん、物騒なこと言わないで。システムを終了します。サーバー停止。え？いい仕事した。ちょっと待ってよ、誰も遅れてないじゃない。システム閉じちゃったし。大丈夫大丈夫、戻ってお茶しよう。なんで？これ絶対大丈夫じゃないでしょ。すみません皆さん、ストレアの言う通り一旦戻ってください。ゆいちゃん、お願いします。このケーキは絶品です。一口こっちのも食べる？もちろんいただきます。もう一度説明してくれる？プログラム用語が多すぎて何が何だかさっぱりだよ。簡単に言うと、ログインするんじゃなくてみんなのデータを生成してあの世界に送ろうとしたの。けど今は開いた穴がちっちゃすぎて無理そうなんだ。データ生成？ログインじゃない？やっぱりわからないよ。つまりこうね、アンダーワールドに転送可能なデータ形式と転送方法が何なのかは分かった。だからログインする代わりに私たちの人格を AI 化して向こうに送ろうとした。でもつながっている道が狭すぎて今はアンダーワールドに1人分のデータすら送れないってことでしょ？うん、そんな感じ。それじゃあなんで今は無理なのにあの場所でアピールタイムなんてやろうとしたの？いつかまた GGO にこの前より大きな穴が開くかもしれない。その時にアンダーワールドにデータを送るための準備がしたかったんだ。準備？それってどういうこと？嘘をついてごめんなさい。実は皆さんにやっていただいたアピールは皆さんの人格と思考データをジェネレートするために必要だったんです。なるほどね。それで私とクレハちゃんにもそのデータ読み込みのために自己紹介をさせたってわけ。あったりー。要するにあれは私たちの思考や人格をコピーした AI を作るための作業だったのね。だとすれば納得だわ。いろいろ難しいけど結局今すぐにはアンダーワールドに行けないってことなんだよね。加速倍率のことがあるし簡単じゃないとは思ってたけどね。仕方ないわ。 AI を送る準備ができただけでよしとしましょう。そうだね。残念だけどまた時が来たらちゃんと私たちのデータは送れるんでしょ？うん、さっき登録したやつで AI データの構成はバッチリだよ。生の小金に勝るものはないしね。ちょっと待って、つまりさっきのが記録されたってこと？嘘だとしたらすっごく恥ずかしいよ。なるほど、皆さんがキリトの愛人であるゆえんが刻まれたということですね。その言い方問題あるって。うわー、恥ずかしい。やっぱりどこかに隠れたい。大丈夫、私とゆい以外は聞けないようにしたから。なかなか人から本音を聞き出すことは難しいので一人を選ぶためのアピールタイムなんていう嘘を。本当にごめんなさい。ゆいちゃんが謝ることなんてないよ。ちょっと恥ずかしいのは恥ずかしかったけど。そうだよ、謝らないでゆいちゃん。みんな怒ってなんかないから。2人はみんなでキリト君の応援に行ける方法を一生懸命考えてくれたんだものね。はい、私の気持ちは最初にお伝えしたことと同じです。私にとってはパパと絆を築いた全ての人たちはかけがえのない大切な存在なんです。だからこそ皆さんと一緒に行きたい、そう思いました。ゆいちゃんはやっぱり紛れもなくキリト君とアスナちゃんの娘なのね。ええ、二人にそっくりです。そうですか。だったら嬉しいです。でもプレミアちゃんもパパの影響を受けたせいか、とても似たところがありますよ。例えば食いしん坊なところ、美味しいものを嫌いな人はいないとキリトが言っていました。つまり私が特別なのではなく不可抗力です。こういうところもね、キリトはいろんな人に影響を与えちゃうからな。影響ね。そう考えると今回アンダーワールドで稼働した秘匿化プログラムにキリト君が関わっている可能性があるかもね。なるほど。じゃあ GGO とアンダーワールドをつなぐ穴が開いたのは彼の仕業ってわけ？はい、予感というものは私たち AI に備わっていないはずなのに、なぜか私もずっとそのような感覚を覚えていました。じゃあきっとそうだよ。娘のゆいちゃんがそう感じたんだもん。だったらアンダーワールドからこっちにつながる穴がもう一度開くのもそう遠くないかもね。キリトさんがまた何かやってくれるんじゃない？ええ、ただその穴がどうやって前よりも大きく開くかだけどね。実は今回作動した秘匿化プログラム、あれはアンダーワールドで何かモジュールのようなものが主となり稼働したようです。モジュール？不思議ね。その存在理由は私にも分かりません。しかしアンダーワールド側でモジュールが再び大きく稼働して、それにより人一人分のデータが通ることのできる穴が作られるようなことがあれば、先ほど生成したデータが自動的に向こうの世界に送られるはずです。そうね。これがもしうまくいけば加速倍率のあるアンダーワールドへアミュスフィアでは行くことができないけど、私たちの代わりに AI を送ってキリト君を助けられるわ。はい、今は AI をアンダーワールドへ送るのがパパの手助けになる最善の行動と判断しましたので、いつになるかはわからないけど、きっと私たちの AI はキリト君に会えるよね。可能性は信じるもの。私は信じる。ここにいる全員がキリトに会いに行けること。そうね、信じましょう、みんなで。うん、キリトさんの周りには自然と人が集まってくるものだし、今回だってそうなるんじゃない？はい、きっと。もちろんだよ。それじゃあみんな手を重ねてくれる？手を重ねる、何ですか？キリトに絶対に会いに行くっていう誓い。みんなで「えいえいよー」ってやるの。そんなスポーツチームじゃあるまいし。やろセブン。お姉ちゃんまで？みんなの心を一つにしたらキリト君に届く、そんな気がするんだよね。それはきっと間違っていないと思うわ。だね。私もみんなとなら何だってできる気がするよ。私も。では私も。分かったわ。お姉ちゃんに免じてやってあげる。皆さんありがとうございます。それじゃあキリトたちの無事と私たちの転送がうまくいくことを祈って。こうして私たちは再びアンダーワールドへとつながる道が開くのを待つこととなった。キリト、君は違う世界でもきっと誰かのヒーローなんだよね。けど忘れないで。たとえ離れていたとしても私たちは君のことを思ってる。まずは私たちの思いが君のところに届くことを祈ってるよ。新たな世界で君と一緒に戦ってみせる。そしていつかは本当の心で君に会いに行くから待っててね、キリト。